皆さんこんにちは、坂旅チャンネルのさきらです。今回は J リーグ60クラブ巡り第16弾、スウェーデン金沢のホームゲームにやってきております。スウェーデン金沢のホームスタジアムは石川県西部緑地公園陸上競技場ということで、はい、見てください。このこれは川じゃないんですけど、この奥が陸上競技場になってる、ね、スタジアムなんですけども、それまでに登りがあったりだとかスタグルなどもいっぱいあるので、今日はそれを楽しんでいきたいと思います。それでは早速スウェーデン金沢のホームゲームへレッツゴー。はい、こんな感じでスタジアムマップがあるんですけども、今いるのがこの真ん中のちょうどこの水が切れてるところになるんですけども、まっすぐ行くとスウェーデン茶屋町っていうイベントブースだったり、スタグルのブースがあります。で、基本的にはスタグルなどはここに、完結するので、今日はバックスタンドで見るんですけども、ここには、出店などないので、もし食べ物とか持ち込む方はここで買って持っていくのがおすすめだと思います。それでは早速茶屋町に行ってみようかな。はい、今、スタジアムに向かって歩いてます。こんな感じで選手のぼりがめちゃくちゃたくさんあります。風が強すぎて、はい、なびきすぎてるんですけども、選手のぼりがあると写真スポットになったり、推し選手ののぼりと写真が撮れたりするのでめちゃくちゃいいですよね。スタグルもね、めちゃくちゃ盛り上がってて、今日はでもキッチンカーフェスということで、あのイベントブースではキッチンカーがいつもとこのここはいつものスタグルっていうところ、いつも出展されてるスタグルゾーンになるんですけど、イベントブースではキッチンカーフェスということでプラス12個のキッチンカーも出展されています。スタグルは何にしようかな、めっちゃ迷います。スウェーデン焼き、ね、チャンピオンカレーっていうのが有名だと聞きましたので、今日はそれをいただこうかな。甘口のミニサイズ、このさつまいものカレー一つお願いします。はい、ありがとうございます。カレーなんです。あ、美味しそう。で、こんな感じで噴水があって、みんなそこでゆっくり座ったりしている方が多いですね。今日のスタグルの、はい、一覧です。こんな感じでビールのマークがついてるところはアルコールが売ってるので、それが一目で分かるのはすごくいいなと思います。では次はグッズを見に行ってみましょう。サプライヤーがヒュンメルさんなんですね。ベーシック T シャツ2550円、安っ。このフィットも5500円でめちゃめちゃ優しい。ベースボールシャツ欲しかったけどちょっと手が出せない値段だったので、でヒュンメルさんのね、このジャケットいいですね、トラックジャケット。でこんな感じでグッズがたくさんあってめっちゃいいなと思ったのが、このスウェーデンのクッキー、プリントクッキーですね。お土産などにもちょうどいいんじゃないかなと思います。ゲンゾイヤーカレーと、センスが新商品で出たらしいです。金沢出陣と書いてるタオルマフラー、あと背番号の選手の、タオルマフラーですね、プレイヤーズタオルマフラー。あ、ポンチョ、今日雨降りそうなのでポンチョ買おうか迷ったんですけど、なんとか持ちそうなので。え、ショルダーバッグとかめっちゃ可愛い、とめっちゃ白飛びする。コーデュロイキャップ可愛い、普段使いできそうなグッズもたくさんあってめっちゃいいと思います。今回はね、フラッグとお土産にコーヒーをゲットしました。グッズはこれ、ユニフォームとタオルマフラーは以前にサポーターの方から譲っていただいていただいてたものなんですけど、今回新しくフラッグアイナへのお土産でゲットしました。
ツイゲンの赤は結構深みがあってね、渋くてめちゃめちゃ好きな色です。かっこいいですよね、この渋めの赤。そう、動画では伝わりにくいかもしれないですけど、ユニフォームと結構渋い感じでめちゃめちゃかっこいいです。あとオリジナルコーヒーもお土産でゲットしました。とですね、1回1000円でビッグガラポンあったので、今回はそれをチャレンジしたんですけども、なんと2つとも白を出したので、プレイヤーズマグカップをゲットしました。開封していきましょう。はい、こんな感じで2つ箱に入ってるんですけど、外からだと何番かスタグルはちょっと先にちょっと小腹空いたので、のとししバラっていうのがあったので、こののとししいただきたいと思います。あと豚と牛もあったので、はい、めちゃめちゃね、ちょっと金沢に来たので金沢っぽいものを食べるということで、のとししいただきたいと思います。うん、めっちゃ柔らかい。タレ自体も美味しいんですけど、豚の柔らかさ、豚のなんていうの、ジューシーさが、お寿司がね、ちょっと今まで牛串とかいろいろ食べたことあるんですけど、今までの結構一番美味しいかもしれないです。何だろう、味そのものに、味そのものに、じゃあ、お肉そのものに味がしっかりついてて、めっちゃ味わいが深くて美味しいです。はい、はい、ありがとう。取れてるかな。いや、すごいね。バイバイ。はい、今日はこのカレー、チャンピオンカレーが有名だと聞いたので買いに行ったんですけど、目の前で この甘口のカレーに惹かれてこっちにしちゃいました。で、さつまいも乗ってるんです。焼いたやつかな、揚げたやつ、焼いたやつ。辛いの苦手なので今日は甘口のカレーいただきます。いただきます。甘っ。なんか野菜の甘みを感じます。気のせいかな。めっちゃでも美味しい。子供にも優しいカレーだ。甘くてめっちゃ美味しいです。ではこれで腹ごしらえして、今日は J ジョンの応援を頑張りたいと思います。
どうも白井優斗。なんか2点目の逆転ゴールが決まったかと思いきや、なんか VR ないよな、なんかちょっと審判がリスタートせずなんか確認してるなと思ったら、なんかもう一回金沢のコーナーキックになりました。全然状況が読めません。試合結果は1対1の引き分けとなりました。金沢の逆転ゴールかと思ったやつはノーゴール判定でコーナーキックからのやり直しとなって、少しもやっとする試合でした。初めて金沢の試合を見に行きましたが、スタグルも豊富でイベントも盛りだくさんでとても楽しめました。次は勝ち試合を見に行きたいと思います。こちらの感じで今回のツエーデン金沢の動画は以上となります。また次回の動画かスタジアムでお会いしましょう。